次に158丁石を紹介します。これも足立康盛が寄進した石です。2期続けて寄進されてます。はい、柿畑の中にあります。ちょっと明るくなりましたね。はい、ここでもう切れるんです。シニムの花が多いですね。ここは私にもホタル袋がいっぱい群生しとったんですけどね、今は咲いてないみたいです。全部ホタルです。そうですね、まだちょっとつぼみちょっと早かったかな。これが158丁石です。これも分かりにくいですよね。これも見落としますね。安森が寄進した石です。今先生に教えられていなかいませんでしたら完璧に素通りですね。はいはい、こう本当にこう一丁一丁が大体こう100メーター強ですので、ちょっと下向いて歩いたりとかちょっと考え事をしたりとかしているとすぐにこう通過してしまうという、特に夏はこう木が茂ってますので隠れて見えにくい点もありますね。冬は見やすいんですけどね。この158丁石も足立康盛が寄進した石です。で、20年かけて完成させて落慶法要を行って、そして2月後に亡くなるんですね。世に言う下月騒動っていうんですか、あれに巻き込まれて殺されてしまうんですけども、はい、歴史っていうのはなんかそういう面がありますよね。坂本龍馬にしてでもそうですし、なんかことを成したらそういうこう経過をたどるっていうことが往々にして、歴史にはありますね。はい、非常にもったいない話ですけども、とにかく20年かけて完成はしたわけです。しかし彼の思いというのは現代が残ってるわけですからね。そうですね、この形として残るっていうのがやっぱりすごいところですよね。先ほども
項目点のところで言いましたけども書物として残るとか、こういう形として残るとか、まあ、そういう残せるものがあるっていうのは、まあ、その人の、まあ、実力なんでしょうね、はい、しかし要は庶民たちの、はい、とかいろんな人たちがこの道を通ってそうです、そうです、その思いを代表して作ったところありますからね、はい、で彼自身もそうだと思うんですけど、極楽往生って、はいはいはい、庶民も極楽往生ということを願って、はい、同じような形で彼も願い、はい、でこの道を整備して、はい、石をこういう形で建てて、そうですね、事業、はい、大事業ですもんね、そうそうそう、もう、その時代っていうのはね、本当にこう物を運ぶにしろ作るにしろ、今のような便利な機会はありませんからね、やっぱりその情熱っていうものが一番のやっぱりエネルギーでしたね、そうでしょうね、はい、そしたら我々現代の人たちも含めて、はい、その足立康則の思いを、はい、少し鑑みれば、そうですね、ちょっと熱いもんが、ね、そうですね、まあ、空海に始まり、その時その時の歴史が刻まれてるっていうね、そういうものをこうそういう息吹みたいなものを感じながら歩けたら、なんかこう、うん、その力がこの分けていただけるんかなと思うんですよね、はい、まあ、その途中に草花とかもいわゆるまあ癒しという面においてはね、やっぱり登ったら登っただけのこのことがあるということですね、はい。